皆さんこんにちは。イービルメタルチャンネルへようこそ。今回の動画は、三大ギタリストの一人とされているジェフ・ベックが2023年1月10日に亡くなられたということで、急遽動画を作りました。ハードロック、ヘビメタルファンとして悲しいニュースではありますが、彼のご冥福を祈り、ジェフ・ベックのギタリストとしての人生を皆様と一緒に振り返れたらなと思います。このチャンネルでは、ハードロック、ヘビメタルのバンド、人物、アルバムなどを紹介しています。ロックとメタルが好きな方は、ぜひ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、メタルの歴史を振り返っていきましょう。ジェフ・ベックは、エリック・クラプトン、ジミー・ペイジと並ぶ三大ギタリストの一人とされており、ローリング・ストーン誌の最も偉大な100人のギタリストにも選ばれています。そんなロック界に多大な影響を与えたジェフ・ベックは、1944年、ロンドンにて、両親と姉の4人暮らしの中流家庭に生まれます。小さな頃は、クラシックばかり聴かされて育ったようですが、6歳の頃にラジオで聴いたギターに心を奪われ、友人から弦が3本しか貼られていないガットギターを手に入れ、さらにギターにのめり込んでいきます。両親は、ベックにピアノやバイオリンをレッスンさせたかったのか、彼のギターをたびたび捨てていたそうです。当時のベックは、憧れであったバディ・ホリーの影響でエレキギターを求めていましたが、経済的問題のために手に入れることが難しかったそうです。しかし、諦めきれなかったベックは、ストラトキャスターに似たボディとネックを知人と自作し、練習に励みます。18歳の頃にはバンドを結成し、楽曲のコピーバンドをしながら活動を開始。その頃には、ジミー・ペイジと親交を深め、1963年には、オールスターズというバンドに参加します。その後、トライデンツというバンドにも参加し、ジミー・ペイジやロンウッドなど、有名アーティストの前座も経験します。トライデンツで、ジェフ・ベックのトリッキーな演奏が話題になっていた1965年、大物ロックバンド、ヤードバーズに加入します。エリック・クラプトンの後釜という重要なポジションを見事に務め上げ、ジェフ・ベック在籍中、3回にわたってライブツアーを成功させるなど、バンドは成功を収めました。しかし、体調不良やメンバーとの確執が重なり、ジェフ・ベックは、ライブツアー中にバンドを解雇されてしまいます。バンド脱退後の1967年、ソロとして、自ら、ギターとボーカルを務めた、ハイホーシルバーランニングが大ヒット。続くシングル、ダリーマン、恋は水色もヒットさせると、バックバンドを務めていたメンバーたちと、ジェフ・ベックグループを結成します。メンバーチェンジを何度も繰り返しますが、ロッド・スチュワートやロンウッドなど、主要メンバーは大物ばかりでした。バニラ・ファッジとして活躍した、カーマイン・アーピスやティム・ボガードなどの合流も決まっていた矢先、ベックが交通事故に遭い、解散を余儀なくされてしまいます。第1期ジェフ・ベックグループは、1969年に解散してしまいますが、1971年に第2期ジェフ・ベックグループが誕生します。ドラムは、レインボーやブラックサバスで活躍したコージー・パウエル、キーボードにマックス・ミドルトンを迎えるなど、そうそうたるメンバーでした。音源を2枚リリースし、2枚目は、全米15位を記録するなど、まずまずの結果を残します。ジェフ・ベックの音楽は、ロックとジャズ、ファンクなどの要素をミックスしたサウンドが特徴です。再びソロとなった1975年に発表したブロー・バイ・ブローは、全曲ギターインスト曲でにもかかわらず、全米4位を獲得し、彼の新たな音楽性を確立させました。当時にはなかった、フュージョンという新たな音楽ジャンルを完成させたアルバムです。ジェフ・ベックは、その後も、積極的にソロギタリストとして活動し、ボーカルなしのインストゥルメンタル曲を多数リリースしています。ブロー・バイ・ブローリリースの翌年には、ワイヤードをリリースし、
さらにジャズっぽさが増したサウンドを披露しました。その後は、デジタルサウンドを取り入れた Who Else や You Had It Coming など、斬新なサウンドを作り続けます。ロックは、もちろん、ジャズやファンク、ロカビリー、テクノなど様々なジャンルを融合させた楽曲を弾きこなすジェフ・ベックは、ギタリストなら一度は憧れる存在です。ギターの教科書、とも言われた彼は、具体的に、どのような部分が優れているのでしょうか。ここからは、ジェフ・ベックのギタリストとしての凄さを紹介していきます。高速で動く右手。ジェフ・ベックは、80年代中頃から、激しく動くフレーズでもピックを使わず、人差し指をピックのように高速で動かして弦を弾くようになります。その速さと精度は、超人がピックを使っても再現できず、まさに超人の域。ピッキングだけでなく、ピックアップの切り替えやボリュームノブの操作、アーミングをしながらの演奏技法は、普通のギタリストには到底真似できないそうです。ボーカルのような指弾き。ジェフ・ベックの指弾きは、ニュアンスの付け方が独特で、ボーカルに合わせて歌うようにギターを弾きます。もともと、指弾きに完全移行する以前から、中指や薬指での指弾きを取り入れており、表現力豊かな演奏は高く評価されていたそうです。テクニックの数。ジェフ・ベックの魅力として、そのギターテクニックの引き出しの多さが挙げられるでしょう。彼は、何度も同じことをしないという心情を持っており、同じ曲でも毎回違うアレンジで演奏します。一度弾いたらもう飽きると語っている通り、飽きっぽい性格がこのスタイルに影響しているのかもしれませんね。アームでメロディーを奏でる。ジェフ・ベックがストラトキャスターを愛用する理由の一つは、トレモロアームを頻繁に使用するからです。アームは、普通ビブラートをかける目的で使われるそうですが、彼は通常のピッキング時にも音程を操作する目的でアームを使うそうです。この奏法とハーモニクスの多用により、まるでギターが鳴いているかのような音を奏でるのです。ジェフ・ベックは、ロックとジャズの融合であるフュージョンを生み出し、圧倒的な実力と唯一無二の個性的なプレイで多くの人を魅了してきました。また、その音楽性は常に進化し、常に新しいサウンドに挑戦する姿を尊敬しているギタリストも多いでしょう。そんな世界の誰もが認めるギタリスト、ジェフ・ベックは、2023年1月10日、78歳で、突如この世を去ってしまい、世界中の多くのファンやギタリスト、アーティストは、彼の死を悼んでいます。激動の時代を生き抜いたジェフ・ベック。彼は永久にギタリストとしての人生を生き続けることでしょう。